何安月給で働かされてるそれは問題だ浪費に行きましょうユノールチャンネルはいということで皆さんこんにちはこんばんはございますユノールと申しますさてということで今回はですねこちらのゲーム「幽霊列車」をねやっていきたいと思います なんかさ、前さ、僕さ、なんか、電車、電車っていうか、あの、駅のさ、広告さ、どのくらいさ、お金かかるかさ、調べたことあるんだよ。えっ、ー、と、そしたらさ、なんか、20万ぐらいで、なんか1日打てるっていう話を聞いたことあるからさ、あの、みんなの、あの、1ヶ月分の給与で何とかして、なんとかあの、ユノールさん打ってみようよ。<laughs> ファンタも美味しいよね。多分ここに売ってんのファンタじゃないけど。じゃ、入るか。入るか。失礼しまーす。暗い。ええー、暗くないかえ トイレ黒くないこんな暗いっけトイレってすいません失礼しますあ閉めれないこっちは閉めれないあ、ダメだね入れないなんかお願いって書いてあるえ、すごいなんかさ 学校のトイレってさなんかこんな感じじゃんなんかこうな,なんていうのこういうタイルがさ貼られてさでそこにさ水をさバーってかけてさで何ブラシでシャッシャッシャッって磨くやつ分かってるよえー、なんか学校のトイレみたい駅ってだいたいこんな感じなのかなごめんなさい僕くくところこっちでしたねすいません失礼いたしましたおい清掃員清掃員片付けなさいよえ駅員さんスタッフースタッフー <laughs> 来ないかえでさしかもさなんか占領されてんだけどえ 何え、ちょっと待って。はえ占領され、あ、開いてるここ。なんか共有とかじゃないよねトイレ、まさかの <laughs>。まさかのトイレ共有とかないよねなんか、はい、入ったらなんかもうすでに男の人がいて、どうぞって言って。なんか、嫌な展開しかないね <laughs> だ。やべなんか、目がどうしてもあの看板に行ってしまう <laughs>。末期かなあー、こっち開かないじゃあこのまま座っていいの座っちゃうよ。いいのはい、座りまーす。え、なんでわざわざそこなのなんかさ、こういうの心理テストでありそうじゃん。なんか一番端に、うわっ 何このセ、えーブ <laughs> セミの裏側で驚くやつ誰がいるんだよ <laughs> ほうほうほうあチラズアートさんとコラボポスターええー、そういうのやってんだねあしかもサポーター大募集ってすげえなチラズアートさんさすがやねあの別にあのコビ言ってるとかじゃないからね <laughs> 普通に僕楽しんでやってるだけだからねあーやっぱ上にもねこういう風にね飾られてんだねあ抹茶僕好きだな抹茶 抹茶の飴とか美味しそうだよねあんま食べたことないから抹茶の雨は <laughs> 待って見たことあるあれーこんにちはこんちゃーす <laughs> ごめんなさい <laughs> なんか言っていいのかほんと分かんなくなっちゃうからさなんかツッコみたいところいろいろあるんだけどまあまあまあこのここら辺にしとこうセミはライラが腹をくくるしかないセミを3匹取ってこようえ何セミ捕まえんのどこえこれカブトムシかなこれカブトムシ 違うよなセミだよなあーキモい <laughs> ああ僕もやだ僕もセミは素手で掴みたくない僕虫苦手なんだよマジでだからさあのカブトムシとかあんまり触れられないタイプだしなんかめっちゃ深刻そうな顔してんじゃんお前大丈夫か何安月給で働かされてるそれは問題だ老気に行きましょう <laughs> なんかやばいなんかひろゆきさんみたいなこと言い出したくなっちゃうな なんか、あの、老儀に行って、なんか、そういうちょっと、訴えとかを出せばいいと思いますよ、みたいな感じで言っちゃいそうだよね。とにかく困ったら老儀に行けお前ら。<laughs> なんだ、この配信は <laughs>。窓で見たセミを追いかけていたら、知らないうちに、ここに来てしまっていたの。おじさん。おい、誰におじさんって言って、今。ユノール王子やぞ。我王子やぞ。首打ちするぞ。<laughs> <laughs> パパを一緒に探してくれるまあ、いいでしょ。じゃあ、わかった。パパを探そう。その代わり、名誉毀損ということで、ちょっと、あのー、 お金をもらいますよいいですか子供を一人にするわけにはいかないな俺には選択肢はないわけだわかったよはーいありがとうおじさん今2回目だからな3回目言ったらどうなるか覚えとけ拳が出ちゃうかもよあの一つ言っていいガキンチョよ今さっきおじさんって2回言ったねまた君のことを君のパパを探さないよそんなこと言ったらいいのもう本当に世話の焼ける子だなじゃあ まあ、多分この OL さんもなんか関係あるとは思うんだけど、こっち誰も、えいもうなんでついてくんだよ <laughs> もうなんだよで、お手洗い、いつものお手洗い。マジで誰が入ってんのね、ここを取りさ、え、待って、二日ぐらいさ、ずっとそこにこもってない。大丈夫お腹どんだけ暮らしてんの大丈夫せいろがね、セロガネもう飲むあげよっか。トイレ使う。はい。え、だって入んないとダメなんでしょ入って、 いいつものルーティンししないとダメなとんでしょうわーこういう上って怖いよねなんか僕嫌なんだけどマジではいで流しいのトイレでるのあれ開かない開かないなんではいなになになにごめんなにそんなにトイレ行きたかったのそんなになにお腹下してた人いたの僕より。 マジでごめんって。ごめんって、もう。そんな殴らなくてもいいじゃん。で、今日は何にもやってこないね。え、これでいいの大丈夫かなうわー、でもなんか外は綺麗。い。あなになにもう、なんで暗くなんのよ。え、なんでなにハッピーバースデートゥーユーとかいけないサプライズ系女の人がいなかったの。なんか、隣のさ、ドアからさ、ダラララランって言ってさ、ハッピーバースデートゥーユーとかってやってくんのかな。社長さん。社長。 はな何これえこれってリニアモーターカーなんかあの運転手がいなくてもあのこう自動的に運んでくれるリニアモーターカーってことうわ便利じゃーん電車を運転するはーい待って待って勝手に操作していいのかなこういうのって押しても反応しないん鍵穴がある操作には鍵が必要なようだ何開かないよはああ あダメ,だあダメもうもう今日ここで終わっていい <laughs> ああうわ汚されてるうわべっちょべっちょうわー何これ水しぶき汚い家じゃない選択肢を選べば何か変わるってことだよねでそれでなんか過去がさ分かってくるんじゃないじゃあ行きましょうかちょっと歩こうよしどんどん歩こう歩こう歩こう 私は元気たたたかた,た歩くの大好きドゥルルドンドン有効ドゥドゥドゥン坂道フフトンネル草葉ハッパドゥルッドゥ一本道にでこぼこ電話ボックス雲の隙 トゥルル電話かけようトゥトゥドゥン <laughs> ちょうどさ歩一曲歌えるね最後までご視聴いただきありがとうございます少しでも気に入っていただけたらチャンネル登録高評価そして友達に共有をよろしくお願いしますまたおすすめの動画もぜひ見てくださいね また次回の動画でお会いしましょう。